これで完成マラサイドこれプロポーションがめちゃくちゃいい本当になんかこう手で持つとこのプラの肉厚がたまらないです。このように、えー、かっこよくね、ポーズを取らせることができます。続々登場マスターグレードシリーズボタ,タファの炭プラを崩せ 動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日組むキットは、これだ機動戦士、ゼータガンダム、マスターグレード、100分の1スケール、マラサイだおー、全国のガンゲロ集結せよ。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こう組みたい時に積みプラあるっていうのはいいね。かっこいいんだよな、マラサイ。 マラサイはね、僕は思い出があるから、後で語ってもいいですか <laughs> パッケージの横。お左手でね、ちゃんとビームサーベルを持っています。あとはね、目が LED のあのユニットでね、発光します。 別の商品ですね。百式のやつとかについてるバリュートパックをね、取り付けることができます。商品には付属してないです。これ、ね、あの、パチ組みでもね、十分な仕上がり。僕は基本、部分塗装派なんでね、とても嬉しいですね。こんな感じ。マ、うん、スターグレードに登場と書いてありますね。OK ろじゃーんおーいい色期待色のオレンジに近いレッドですね。おいい色です。 で外装のパーツ。結構濃いめのレッド。レッドは2種類ありますね。ビームサーベルはクリアイエローになってて、他のクリアパーツもあったりとか、シールなどもあります。どんどん行こう。それからグレーのパーツ。裏はレッドのパーツ。おこのグリーンは発色いいね。あ、これなくさないようにしないとな <laughs>。このな、ザク系というのかなこの、このパイプ結構めんどくさいよね <laughs>。 まあ、この辺もね、丁寧に組んでいこうじゃないか。明るいレッド。まあ、あオレンジに近いレッドに、まあ、あこの濃いめの赤に近い、赤にな、なんつったのかな。<laughs> まあ、2種類のレッドですね。おフレームはこんな感じです。フレーム結構少なめかこれが最後なんだけど、これがフレームとなっています。えー、説明書。でも見ていこう。組み立ては、まずはボディからですね。 ちょうど発売されたのがね、時期的にガンダムエイジとかの後なんで、割とこう、サクサク組み立てられるかなという感じです。割と最近のガンプラに近いような、あ組み応えなんじゃないかなと思います。腕を組み立てて、あ、これで上半身完成です。あ、結構ね、サクッといけるかなという感じですね。腰回り、それから足、こんな感じですね。1、2ページくらいもうちょいあるか。 三、四、三、うん、ページくらいでね、これで下半身が完成で、バックパックとか、細かい部分を組み立てていきます。ブソールとかですね。こんな感じ。おでね、えー、今回付属してないけど、バリュー、バリュートのね、うん、パックを取り付けられるといった感じです。さあ、今日もね、部分塗装でい、えー、きたいなと思います。LED のユニット、家のどっかにあるからな、目光らせたいですね。8割くらい組み立てると、こうなります。 おーできたーここまでゆっくり、もう本当にパチ組みなんで、およそお、3時間、4時間ぐらいですね。早速見ていこう。シール類は一切貼ってないです。ビームサーベルのクリアイエローのエフェクト。バリュートパックを取り付ける専用ジョイント。ディスプレイスタンドに取り付けるアタッチメントパーツは2種類あって、これが、ラウンドフォーミングジョイントってやつですね。これ後で紹介します。パイロットフィギュア。 ま、これは、なんだろうね、ティターンズの、カクリコンでもよし、ジェル、ジェドでもよしという感じですね。レン、えー、ティターンズっぽいね、カラーリングになってます。それから、ビームライフル。造形はこのようになっています。それから、親指以外の4本の交換指パーツ。あとは、手首は、もう一種類あって、可動手首があります。これは、えっとね、グーに仕切れないやつですね。 グーにできないんだけども、こう平手にするとすごく表情があるやつですね。これかっこいいです。さあ、それではね、どんどん組んでいきましょう。改めてこのマラサイ組んでて思ったのは、こうフレームとかをね、もう見れば見るほど、ザクの系譜のモビルスーツだなというのがね、よくわかります。これはティターンズ。連邦の機体なんだけども、うん、やっぱりなんか、あの、ザクの系譜だなというのがね、よくわかります。 で、組んでて、あの、ここ気をつけたいなっていうところは、組んだ後、うん、ここがかなり飛び出るんで、いじるとき、なんていうかな、ここをあまり触らない方がいいと思いました。で、ここにバリュートのジョイントがあるんだけど、これを蓋するパーツがあって、超小さいパーツなんで、紛失注意です。 これがこうなりこうですねこれで足の完成んちょっと待ってよいしょでこのようになりますで反対側左右であの造形がちょっと違いますねここの部分こう,いうこういう感じですね ここを触るとき、あの、気をつけた方がいいです。足はこれで完成。さあ、そしたらね、胴体。今回は、あの、コックビットを塗らなかったけど、パイロットがここにいて、コックビット、ハッチのね、開閉ギミックがあります。これね、外装のアーマーつけると、ほとんど、あの、見えなくなります。これから行こうか。こういう感じですね。僕は子供の頃、 あんまり、あの、物合系あの、いわゆるザクっぽいモビルスーツあんまり好きじゃありませんでした。やっぱ子供って、何ていうか、こう、正義の味方というかね、あの、王道なロボットが好きだからね。うん、だけど、だんだん渋いものが好きになるというかね、うん、好みが変わってくるんだろうね。で、今回は発酵ギミックがあります。ここに電飾のユニットを入れてて、こうね、つけると、ここが発光します。 これはグリーンのユニットを取り付けてるんで、まあ、グリーンになってるという感じです。で、これをここに取り付けると。まあ、さっきお見せしたんだけど、改めてコックピットハッチ開くとこんな感じ。全く <laughs> 見えなくなります。で,す、ねでえー、このまま頭部取り付けちゃおう。こんな感じですね。で、この動力パイプ、これ全部別々のパーツなんで、 うん、結構ね、あの、一個一個、パイプをきれいにゲート処理するのは結構大変だったかな。で、一旦これで置いといて、今度腕をちょっと見ていきましょう。腕のフレームも、本当になんかズクの系譜って感じするなちょっとこれ持ってきましょう。ちょうどこの動画を撮ってる今はまさに夏休みシーズンなんだけど、この動画を見てるあなたは夏何かやりましたか僕は、あ全然、 何もしてないな <laughs>。毎日ね、うん、こんな感じで黙々とガンプラ組んだりとかしてるかな。まあ元気でやっています。あなたもね、あのしっかり水分とか取ってね。あと、ガンプラ作ってるとついつい夜更かししちゃうよね。夢中でずっとやってるからさ。うん、なるべく寝た方がいいですね。この腕回りとか見ると本当にザクっぽいよね。 こんな感じです。これ確かあれだよね。あの、ハイザック系のあの、連、連邦のやつだとハイザックがあって、こうマラサイがあって、みたいな。うん、モノアイの、いわゆるザック系のモビルスーツってそういう系譜なんだけど。本当にこれはザックって感じだよね。しかもこれ、ガンダムとかを作っているアナハイムエレクトロニクス社のモビルスーツなんだよね。こういったなんか時代背景を追いかけると。 こう面白いですね。一回こういうの被せて、あ、ごめん、ちょっと被せる前見てもさ、本当にこれザクだよね。面白いなぁと思いました。モノアイはクリアパーツになっています。後でね、発酵させます。で、ギミック的には、ここのつまみで、こうモノアイが稼働するという感じです。ちょっと透明で見づらいんだけど、動いてるのが分かったかと思います。で、これをすると。だから結構電池入れるのめんどくさいかもしれない。こう、取っ で、発酵させるとか、物合いを稼働させるとか。まあでも、稼働するとか、発酵するっていうこと自体がやっぱすごかったんじゃないかなと思います。で、うん。こんな感じですね。で、このスパイクアーマーね、結構ごついです。トゲが3つついてます。これとかも本当にザクって感じです。せーの。 このね、カミーユたちがいる、ゼータガンダムでカミーユたちがいるエウーゴって、ね、ゼータガンダムとかマーク2とかいるやつなんだけど、そこにもリック・ディアスというのがね、モビルスーツが登場します。リック・ディアスは、あの、登場していきなりモノアイだったから、モノアイ一つ目のやつだったから、衝撃でしたね。ちなみに、ここのね、えー、シールドここの部分は稼働します。どことなくこう、ダブルゼータみたいな。 やつですねでここにビームサーベルのグリップが2つあります。で、えー、反対これだ。結構ね、パーツの分割かなり細かいなという感じです。で、これがバックパックですね。ここも全部、えー、努力パイプ別パーツになっています。唯一ね、ここの部分だけクリアグリーンで塗装したかな。ここ、本当は普通のクリアパーツになっています。 あとはさっきの、あの、何このアタッチメントパーツジョイント。これを付けるときに取り付けるジョイントがここにあります。両肩あって、ここに取り付けるという感じです。おそうこうしてる間に。だいぶで,できてきたかなちょっと待ってよ。これラストスパートですね。足。腰回りこんな感じです。これもザクっぽいです。動力パイプがあります。 これね、なくすの本当に気をつけた方がいい。俺実は <laughs>、本当はこれね、あの、組み立ての時、ここもバラそうかと思ったんだけど、うん。バラしたらね、バラバラバラって、なって、<laughs> さっきめちゃくちゃ探したんだよね。だから、うん。あんまりバラしたくないなっていう感じです。紛失気をつけましょう。この動画を見てるあなたは、組んでる途中にパーツをなくしたこととかありますかめちゃくちゃ耐えるよね。どこ探しても出てこなくてさ。ほんで、 何ヶ月か経っておみたいな <laughs> ちっちゃいパーツコロッて出てきたみたいなねそういうのありますねおそんなそんなこんなでね下半身はこれで完成ですさあそして最後に上半身と接続すればこれで完成マラサイド おーできたーこれ、プロポーションがめちゃくちゃいい。ちょっと早速手で持ってみよう。あ、いいねー。近くで見るとこんな感じです。すげえな、このキット、パチ組みなのにこのクオリティ。素晴らしいです。全体のプロポーションこんな感じ。で、今、目が光ってます。僕、電池これしか持ってないから。<laughs> あの、レビュー中ついてたり、消えてたりとかします。あの、省エネモードでいきますね。 後ろから見てもいい感じですね。早速近くでじっくり見ていこう。まずは上半身及び頭部のアップ。もうさっきも言ったけど、本当にザクの系譜という感じの頭部造形となってて、モノアイがこのように発光しています。色分けも細かいし、このボリューム感がいいね。結構このマラサイって重量があるモビルスーツだった気がしたんだけど、本当になんかこう手で持つとこのプラの肉厚がたまらないです。 ビームライフルを手に持たせるとこんな感じ。あとはこのさっき言っていた表情のあるこの可動するね手首に交換してみました。これもあの表情がすごくいいですね。一個残念なのはあのビームライフルを取り付けるハンドパーツはあるんだけどジョイントがないんでかなりぐらつきますね。うん、でもこうやって見るとかっけあの物合いさ、これもしかして点滅してるかもう電池なくなってきた。 覚悟を動かしてアクションこのように、えー、かっこよくね、ポーズを取らせることができます。可動範囲に関してはそんなに大きくはないけど、なんていうのかなまあ割とこう思い描くポーズは取らせることができます。ビームサーベルの保持力に関してはまあまあ、かなでだけどとにかくこのビームライフルはほぼ保持力がないと言っていい。だけどこうやって見てるとめっちゃかっこいいです。さあ次はこんなポーズ。 さっきあの名前がついていたジョイントありましたよね。こういうポーズも、ま、ちゃんと取らせられるってやつですね。改めてマラサイって劇中の活躍、うん、いろいろあるけど、なんかこの、大気圏突入の時はすごく印象的なんだよね。さあ、そして最後は比較いこう。まずは大きさわかりやすいやつ。マスターグレードのガンダム。一緒に並べるとこんな感じです。うん。マラサイこう見るとすごいボリュームがあるね。確か、これ、ほら。 マナサイと同じ時期に開発されていたあーエウーゴの機体ですね。でも、理屈抜きにいいよね。それから、これもいこう。えー、ガンダムマーク2。あとは、もうせっかくなんで、ゼータガンダムも並べよう。改めてこう見ると、ゼータって背高いね。全部並べると、こんな感じ。続々登場。マスターグレードシリーズ。 全部、こう、並べて、そうだね。英語の機体が多いです。ま、今後、ティターンズの機体とかね。うん、いろいろ組んでみたいなと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のマスターグレード100分の1スケール。マラサイのレビューいかがだったでしょうかこう一緒に組んで、遊んだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。改めて、うん、もう本当にプロポーションは最高。 いいね。色分けもほぼ完璧だし。で、このギミック面でちょっと、うんっていうところあってね。あの、ビームライフルの保持。これなんか、ほぼ、保持力ない。<laughs> だから、この辺、うん、ちゃんと持たせたい場合は、 着した方がいいいかなと思いますあと、このハンドパーツなかなかいいね。この表情のあるハンドパーツ。あと、は目が光ったりとか。まあ、だからこれが気になるぐらいかな。うん。あと、本当に素晴らしいです。今現在入手するのはちょっと困難なんだけども、まあ、いつかまた再販されるんじゃないかなと思います。そんな際はね、見かけた際はぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 参考になったという方、チャンネル登録と厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みに になりますそれから僕はツイッター公式 LINE アカウントがあ、りますすお友達の追加ももどどうぞよろしくあとどんなことでで結構ですあ僕はね、マラーサイ好きだよとかね。あ、オタファ、僕はこんなトラウマがあるよとかね。あ、森永チョコスナックめっちゃ覚えてるとかね。えー、などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントあ、これさ、ユニコーンにも、ユニコーンとか、ダブルゼータとかにも登場してて、あの、グリーンカラーのやつもかっこいいんだよな。 それも積んでるんだよなあ。あんまり、あ、まあいいや。<laughs> などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたれでした。またねー。 我أفنكشكش